はい。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。はい。今回は、ポケットモンスター新シリーズ、2019年版の、1話の感想ですが、今回は、ピチュー進化回、なぜピカチュウがピチューになったのかという回でした。で、ピチューから進化したんですけど、いい話だったなぁと思います。いい話でした。次2話です。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。